はい、どうも山田明です。今日はですね、京都の、少女院に行きたいと思いますので、早速ね、向かいたいと思います。行きまーす。はい、少女院の方ね、着きました。はい、まずね、ここが正面かな。はい、まあこんな雰囲気のところで、風鈴が向こうだよね、うん、これ後にする、うん、あ、でもこの赤い風鈴いいね、うん、いい感じ。まずは向こうに行きましょう。あ、この辺からかな。あ、この辺、いい感じ。音が癒される。こっちからか。はい、ということでね、作例の方はいかがだったでしょうか。はい、で今回はですね、うちの奥さんが、初めてね、カメラを持って、スナップ撮影にね、挑戦するということで、まあ、今回ね、少女院さんの方に行きました。はい、で今回のね、色味についてはこちらのね、Z30 と同じ、その少女院と同じ色味に、今ねしております。はい、で今回の設定っていうのはクリエイティブピクチャーコントロールのトイを使いまして、トイのね適用度を 50% にしております。はい、でちょっとねこのヘア撮りに関しては結構ね赤みが強いようなね印象にはなりますけど、で今回みたいなその外でのシーンっていうのは結構青みもね入っていたりだとか、よりねフィルムルックな感じも、まあ、出てるかなっていうのもありますし、前回かな、前回の、ワールド牧場の映像っていうのがちょっとね適用度が少なくってあんまりね変化を感じないような感じがしましたので、まあ、今回ね、50% にしました。はい、であと、コントラストね、コントラストはマックス今、-3まで下げております。はい、まあ、そういう形で今回ね、撮ってみたんですけど、まあ色味的には結構面白い色味になってるんじゃないかなというふうに思います。であとは今回のね、少女院さんの、風鈴、はい、これのね撮影って結構難しいなというふうに思いました。はい、実際ね行って撮ってみて、最初はねちょっとジンバルを使ったんですけど、
ジンバルをね、使っている意味があんまりなくって、やっぱりね、ジンバルって、この近い距離で撮る場合っていうのは、あんまりね、使ってる意味が、まあ、ないんですよ。はい。で、近ければ近いほど、このね、マイクに、こうね、合わせてみますけど、近ければ近いほど、ブレがね、やっぱり目立ちやすいので、まあ、ジンバルがあったとしても、結構この、こうね、上下の動きだとかが、やっぱりね、出てしまいますので、あんまり向いてないなといったところで、結構、早々にね、手持ちに変えました。はい。最初のうちは、ジンバルね、使ってたんですけど、ついてすぐあんまり使ってて意味ないなって思ったので、手持ちにね、変更しました。はい。で、あとは、まあ、うちの奥さんが、まあ、いろいろとね、今回初めてスナップ撮影をするといったところで、最初ね、オートで撮ってたんですけど、やっぱり撮れてる写真がつまらないというか、普通といったね、印象だったので、まあ、途中で、絞り優先モードに変更して、撮影をね、するようにしました。はい。で、あとは、まあ、奥さんが言ってたのは、やっぱり構図が難しいなといったところで、まあ、悩んでいた感じだったんですけど、まあ、その辺をね、まあ、多少慣れも、まあ、ありますし、あとは、高視線だとか、あと水平もね、表示をさせて撮っていくと、まあ、よりね、構図も決めやすくなるんじゃないかなというふうに思います。はい、その辺ね、私も自分の撮影で、かまってあげられなかったところもあったので、まあ、その辺、まあ、初めてっていうところもね、まあ、ありますので、まあ、徐々にね、まあ、慣れていってもらって、まあ、いい感じの写真がね、撮れるようになってくれたらなというふうに思っています。はい。まあ、私もね、まあ、奥さんの方にね、教えながら撮影ね、していたので、部分的にね、写真の方も撮ってましたので、まあ、こういうね、まあ、写真を撮ったりだとか、ちょこちょここうね、写真を撮って回って、でうちの奥さんがね撮っている様子も撮っていったりだとか、まあ、動画の中にもね、まあ、あったかと思いますけど、まあ、そういう形で松寿院さんの方に、まあ、久々にコロナ前に一回行ってたんですけど、あの時はね子供たちも連れて行ったんですけど、結構その雰囲気が変わってたりだとか、道が多分変わってるというか新しくなってるところがあったりだとか、はい、まああったので面白いところですよね。やっぱりね、フォトジェニックなスポットというところで、まあ、とてもね、おすすめの場所になりますよね。あと、今回ね、その Z30 で音もね、撮っていたんですけど、やっぱりちょっと音が物足りないかなというね、感じもあったので、まあ、やっぱりね、外部マイクをつけて、まあ、撮る方が、まあ、私はいいかなというふうにね、まあ、思ったので、結構その風の音がね、まあ入ったりだとか、編集の中で多少ね、処理はしてはいるんですけど、その辺のね、まあ、調整だとかも、まああったりとかして、まあいろいろと、この Z30 は結構エントリー向けのカメラではあるんですけど、まあこと動画ってなると、まあいろいろとね、難しいポイントも出てきますので、まあ音にしてもそうですし、で 4K で撮るっていうところも、まあなかなか熱の問題があったりだとか、あとはやっぱり 30p になりますので、まあマックス 30p になりますので、もう少し風鈴のね、シーンを撮る場合はスローモーションかけたいなというふうに思ったので、まあフル HD の 60p 撮ったりだとか 120p でね、撮った方が、まあ映像的には面白かったんじゃないかなというふうに思いました。まあ普段だったらね、やっぱり Z9 だとかで撮ると、もうほぼほぼ 60p でね、私は撮ってますので、まあそういう意味では、やっぱこのね、Z30 に関しては、フル HD で動画を撮る方が、まあ安定するんじゃないかなというふうにも思いましたね。はい。まあ私はやっぱりより高画質をね、まあ求めて、4K でね、撮ることを、まあ推奨してはいるんですけど、はい。まあそんな形で今回ね、撮影に行ってきました。はい。というところで、ちょっとね、これ今、トイのドン天、はい。トイのね、ドン天で撮ってはいるんですけど、ちょっと赤み強すぎますよね。この辺ちょっと調整したいかな。まあ、結局ね、ホワイトバランスでだいぶ変わってきますので、まあその辺を、どう表現するかっていったところが、まあ、難しいところになるのかなというふうに思いますね。で、まあ、あとはこの室内だとか、外での、シーンっていうのはだいぶねまたこの見え方がね変わりますので、ちょっとね触ってみようかな。はい、曇天じゃない方がいいと思いますし、
あとはそうだな、ちょっとやっぱりね赤みが強いですよね。ちょっと触りましょうか。はい、はい、これはですね、いつものように、ホワイトバランスを 4800K にしました。はい、そうすると多少ねあの赤みが、まあ、取れてるかなという印象ではありますね。まあ、ただね、まあ、私もだいぶもう真っ黒なんで外で撮ってばっかりいるんですごくね焼けてるんですよね。顔もそうなんですけど、まあこれぐらいかな。はい、トイ 50% で、ホワイトバランスね 4800K だとこんな感じ。まあもっとね青みが好きな方は 3800K とかねするともっと青みがかかってくるとは思うんですけど、この辺ねやっぱり使いようになりますので、ぜひねあのクリエイティブピクチャーコントロールも使ってみてください。ということでね、まあ、今回はいろいろとあの試しながら撮影していったっていう部分もありますし、あとはねうちの奥さんの、カメラデビュースナップ撮影デビューといったところで、撮らせていただきました。この動画が参考になりましたらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。Twitter、Instagram もやっていますので、よかったらフォローしてください。コメントもね気軽に残してくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。